お疲れ様です。メルティブラッドタイプルミナ、いつも楽しく週5で遊ばせてもらってます。すごい。ところで最近ロア戦で悩んでます。端へと追い込まれた際の固め&崩しが激烈にしんどいです。これは人間に裁けるものなのでしょうか。空打からの固め、投げに加えて投げ継ぎの空中バックダッシュをする輩も現れました。今までは根性タッチシールド、根性投げ抜けで頑張っていましたが、そろそろ限界です。塩キャラは使徒ノエルです。近頃はこの悩みのせいで夜しか眠れず、仕事中も使徒ノエルのうなじ、お腹、背中のことしか考えられません。攻めをジャッキー・チェンのように裁けるような秘訣を教えてください。文才がある。お便りいただきありがとうございます。確かにね。結論から言うと裁けないですね。この話はここで終わりだ。この話はここで終わりなんだけど、結論から言うと裁けないですね。ない。終わりです。できない。まあ言っちゃうと、そこのロアとこれを振ってる時のロアと、こうやってこうやってる時のロア、このね2つがね、彼のあの強みオブ強みなんですよね。いや全部じゃないかいって話なんだけど、まあ強いんですよここが。だからなかなかね裁くのって難しくて、ただまあいくつかポイントはあって、まあ、どのキャラにも言えるんだけど、しゃがみ弱、しゃがみ中、しゃがみ強。これがまあ、ベースの下段ね。なんだろう。この三つが下段じゃん。この三つをまず、数えたい。使ってるかどうかってことね。固め中によくあるやつがさ、ジョンジョンジョーンみたいな。なんならさ、弱弱中強みたいな始まるとき。たまにあると思うんだよね。まあ、あんまりやらないと思うんだけど。そうなると、その後って、下段技がない。じゃん。下段技がないと、レバーを後ろに入れても、斜め後ろに入れても、まあ、タッチガードにはなるので、結構逃げれたりするんだよね。だけどね、彼は、飛びを防ぐタクが、山のようにあって、飛べるかっつうと、まあ、飛べないんですよ。飛べるかつと飛べないですね。飛んでもまあ、耐えてくれよってなって終わりだし、まあそんなにいいことにならないんだけど、ただ、絶対覚えておいてほしいのは、そうなんですよ。タッチ C の後すごい進んでくるなと。で、タッチ C の後は、弱とかで切って隙を減らしてきたりするし、こっから、こう、クラスの暴れ潰しがあるぞとか、2C の後は 2C で一回近づいてきがちだなみたいな、このボリポイントがいくつかあるんですよね。で、逆にもうこっからはボレねえぞっていうポイントが、ラピッドビートに行った時ね、このシェアこれに行った後と、ここに行って、ドンドンまでだ。こんな感じになるじゃん。だから、ここまで行ったら下段とかはないんだけど、こうなるのよ、絶対。で、ここで一回現実化せました。よかったね。めでたし、めでたし。ということなんですね。結論から言うとそういうことです。できない。じゃあもう一回やるね。攻め切れしてる。まあそうなんですよ。まあただ、まあロア使い的にも、例えばさ、なんだろう、こういうやつ、ドンって打ってドンってやるやつ、これは、一番やっちゃいけないのはガーキャン解放ね。ガーキャン解放、これ届かなくて、で、その後のダッシュコパンに大抵こう、しゃがみ修行とか仕込まれてるから、まあ通らんと。
じゃあどうすんのかいっていうと、どっかでこうやって切る瞬間があるんだよね。そのゲージを使わずに攻め切りしようみたいな輩が、あの瞬間的に現れると思うんだよ。毎回触るたびにゲージを使ってこうやって中下やって、あのこれの対策はないです、正直。あのこれゲージがある限り飛んでくるんで、これはないです、これはない、ないけど、まあ、どっかでゲージなくなるから、まああの耐えてください。これが見えないよって言われたら、俺も見えないんで頑張ろう頑張ろう。で、なんだろうな、やっぱあの投げはまあ食らってもそんなに痛くないなとかはあるし、一番ロア使い的に嬉しいのはこういう手打が通ったりで、一番嬉しいのはやっぱ暴れ潰しが当たるやつよね。暴れ潰しが当たって最大ダメージを出せた瞬間が一番生を実感できる、ロアが。だからこうぬるーって固めてる時に動くのが、暴れたり入れっぱしたりして動いて当たるっていうのがロア的には一番嬉しい。だからそれで勝てるなら一生それだけやっていたい。ただ例えばね、すべてガードにしてリバーサル行動をしゃがみシールド、あれ俺今消しちゃったなんで、あのね、レンガにしようと思うとレンガにはなるんだけど、まあいくつか割られるポイントはあるのと、そのよくさロアってまあちょいろいろあると思うんだけど、このあとこんな密着ならいいんだけど、大抵さこうやってディレイかけてくるじゃん。そうしないと、あーごめんごめん、ちょっと話すと長いんだけど、これだとこれぐらいの距離感だけど、これだとこの距離感になるみたいな感じで、なるべく近くにしたいなみたいな瞬間がまあ結構あるし、ヒット確認したいなってなるのよ。この暴れ潰しとかの振ってるやつが当たったらコンボに行きたいけど固めたいみたいな感じでやってくるから、ぬるーってこうやって固めてくることがあるのね。これは隙間が空いてるから一応そのシールドで割ったりできるし、2cc みたいなとか、そのタッチ C みたいな隙がでかいやつだったら、まあ結構隙間に開放で割れたりもできなくはない。だけど、まあメインはやっぱりシールドとムーンドライブになるだろうね。とかにするのがいいんじゃないかなと思うんだけど、ただ、あの、それで捌けたら苦労はしねえみたいな話は正直ある。正直、それはそう。あのね、強いです。ジャッキー・チェンのように裁けはしないですね。無理っす。まあ、その辺がやっぱだからロアの強いって言われてるポイントよね。この強めのバックステップ、強めっつうかめちゃくちゃ強いバックステップと、これの強みで、とりあえず、なんだろう、自分からターンを握って、触ったら、一生終わらん固めをしてきて、で、当たったらフルコンに行くし、ガードされたら、もったいないけど、しょうがねえな、もう一回みたいな感じになるのが、まあ、ロアの強いところ。じゃあ、付き合わないようにするにはどうすればいいんだいってなると、まあ、シールドで散らすっていうのが一つなんだけど、まあ、これはね、ちょっと、これに負けちゃうんだよね。だけど、手打で、ジャンビーとかをやってくる瞬間があって、シトノイルだったら護衛が打点がまあ高いじゃない、護衛が高いんで、チュ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 っていうので、こう、なんつうの、手打を落とすマンをしないといけない瞬間はどうしてもある。こういうやつね。はい、という感じです。残念ながら裁けません。
枝がだいたい25かな、これがとかで飛んでくるから、まあ人間の反応速度的に頑張ればタッチシールド貼れる。本当に本当にでござるか、貼れないっすねという感じなので、まあ、かなりきつい。結論、ロア君は強い。なんだっけ、あのスマブラでよく見るやつ、あのゼロサムは弱いみたいなやつなんだっけあれ、ゼロサムは弱いそれじゃあねみたいなやつなんかあったよな。いやでも、いやでもでのサジェストがなんか面白いんだっけ。まあいいや、とりあえずそういう感じなので、ロア戦は、みんな悩んでおります。お便りいただきありがとうございます。頑張ってみましょう、みんなで頑張ろう、みんなで頑張ろうじゃねえんだよ、お前が作ったんだろって言われるとそうなんだけど、あのどのキャラもそういう尖りがあるんで、その尖りがあの簡単に対策できると尖ってなくて弱いよねっていう話ではある。